我が義教心は傑物にも。お姉ちゃん、僕たち今フクロムシナを探してるんだ。フクロムシナがどこにいるか知らない？フクロムシナ？え、聞いたことないのかよ。強くてずる賢い大妖怪なんだ。いろんなものに変化して神出鬼没で人を騙すんだよ。俺んちの米もフクロムシナに食われたことあるぜ。それに父ちゃんも奴に蹴られて川に落っこちたことあんだよ。いたずらが好きなやつみたいだな。追い払う方法が分かったんだ。それに父ちゃんがフクロムシナは家に帰らねえ人をいじめるって言ってた。だから追い払えばずっと外で遊べるようになるだろ。でもすごい妖怪なんだろ。怖くないのかよ。お父さんやお母さんが心配するぞ。平気だけど。今日もフクロムシナ探しに行くってたら父ちゃん何も言わなかったし。あ、もしかしたらフクロムジナは今弱ってて隠れてるのかも。うん、それにフクロムジナの妖力が回復する前に家に帰れば大丈夫だよ。なんか変じゃないか。うまく言えないけど。ああ、フクロムジナって物語の中にしか出てこない気がするぞ。真実を話してやろうぜ。無意味なことをしなくても済むように。聞いてくれ、フクロムジナなんて探さなくてもいいんだ。そんなの元から存在しないんだから。え、本当に？そんなことない。父ちゃんは嘘ついたりしねえ。お前らの家族はただ心配で遅くまで外で遊ばないよ、そう言っただけだと思うぞ。ちげえよ、フクロムシナは絶対にいる。そうそう、宵宮姉さんが武器まで用意してくれたんだ。妖怪を追っ払う方法も教えてくれた。宵宮姉さんってあの宵宮のことか？フクロムシナのことは宵宮お姉ちゃんに話したら怖ないでって言って追い払う方法を教えてくれたの。それからずっと機会を待ってたんだ。そしてついに今日、フクロムシナを追い払うのにいい日だって宵宮姉さんが教えてくれた。そうだ、宵宮姉さんはいつも遊んでくれるし物語も聞かせてくれる。嘘つくわけねえ。そうなのか。もういい、みんな宵宮姉さんとこに行こうぜ。おいおい待て。まずい、怒らせちゃったぞ。ただ心配していただけなのに。宵宮って言ってたよな。追いかけてみようぜ。はいはい、そう悲しまんといてえな。きっと冗談や。フクロムジナがおらんわけないやろ。でも今までフクロムジナを見たことないし。そら、フクロムジナは偉い大妖怪やさかい。その偉い大妖怪をあんたらが退治せんとなあ。うん、焦ったりへこんだりすることあらへん。立派な英雄になるためにも知恵と根性を忘れたらあかん。今はいなくても花火大会が始まる前には必ず現れる。そんな時は宵宮姉さんのとこまで武器を取りに来るんやで。ええか、宵宮姉さん特製の花火ならフクロムジナなんてちょろいもんや。家も畑も父ちゃんも母ちゃんもみんなあんたらが守ったり。わかった、宵宮姉さんがそう言うなら僕たち信じるよ。お、ちょっと待ちや。この短冊を一枚ずつやるさかい、帰ったら父ちゃんと母ちゃんに渡しで、大事に保管するよう伝えといてや。宵宮姉さんからって言うたらわかるさかい。わかった、ありがとう宵宮姉さん。そろそろ帰るよ。ありがとう宵宮お姉ちゃん。
また一緒に遊ぼうね。ああ、約束や。ほな気ぃつけて帰り。なあやっぱあんたらか。子供相手に何言うとんねん。まあええわ、別に責めるつもりはあらへん。袋ムジナは子供に大人気やから、そう簡単に否定されたらそりゃ怒るわ。ってことはやっぱり袋ムジナは嘘なんだよな。そうや、うちも最初から子供が遅くまで外を走り回らんよう親がでっち上げた妖怪っちゅうことは分かっとったで。せやけど子供に聞かれた時ほんまのことを言えんかった。逆に袋ムジナは可愛らしゅうて、人を傷つけへんいたずらっ子やって言ってもうた。あの子らが今信じとるんはほぼうちが教えた作り話の方や。全部お前の作り話なのかよ。言いたいことはわかるけど、うちが否定するわけにもいかんのや。遅くまで遊ばんようにする他にも親御さんに別の考えがあるかもしれへんやろ。何も分かってへんのにズバッと袋ムジナなんておらんって言うてもたら、逆に迷惑をかけてまうかもしれへん。それに子供にとって真実なんて関係あらへん。楽しむことが何よりも大事なんや。うちかて空想の産物に憧れたりする。燃やすと虹色の光を放つ非紋石とか、山奥に隠された秘境に導いてくれる群れとか、どれもうちの妄想やっちゅうのは知っとる。せやけど信じたいんや。もしドアホーそんなもんあるかっちゅうやつがおったら、あっかんビーしてドロンコ投げたる。そんな人嫌や。真実なんて関係あらへん。かっこようてロマンがあればそれは信じる価値があるもんなんや。子供の頃に信じたもんは大人になったらかけがえのない宝物になる。あんたらも子供の頃は悪霊を退治する勇者とか闇を切り裂く聖剣とか信じとったやろ。それと同じや。幻想が崩れ去ったら次は何を教えるんや。稲妻の鎖国の歴史、それともメガリレ。どれもまだ子供には早いやろ。そうだな、おいらもまだ早いと思うぞ。理解できんくてもええわ。とにかく安心し、うちがちゃんと子供たちの安全を守ったるさかい。ほな、うちもそろそろ帰るわ。長野原花火大会がもうすぐ始まるさかい、忙しいんや。長野原花火大会？お前の店が主催してるイベントか？そうや、うちの名字が入っとるやろ。稲妻では結構有名なんやで。あ、せや、これから予定あるか？なかったら見てってや。うちがおっきい花火準備したるさかい。ほな、まずは店にいる父ちゃんのとこに行こか。実はまだ完成してへん花火があるんや。稲妻の八重堂は知っとるか？小説を書くのが好きな連中が集まっとるんやけど、さっきうちが話した伝説はどれもそこで脚色されて出版されとるんや。まあ悪い結末になりがちなんやけどな。例えば非紋石はお金持ちが見せびらかそうと展示した瞬間二度と燃えなくなったとか、ムレイは悪党に追われた結果怒って二度と姿を現さなくなったとか、悪竜を退治した勇者が次の悪竜になったり、闇を切り裂く聖剣が世界を滅ぼしたり。最近はこないな物語が人気なんは知っとるけど、うちからしたら複雑な気持ちや。夢ならもっと夢らしくあってほしいねん。